パンを作ります。はい。それも粉からいきます。はい。上手に作ってます。うん。今日は塩も忘れました。砂糖もありません。ちょっと味気がないが、いいでしょう。で、強力粉、バター。それは一体？ドライです。ドライです。そして、牛乳ですか？牛乳を、200cc。はい、これを入れて、泡立ててよ。こねこねしていきます。こねこね。ケーキやっていい？いいよ。取って。はい。じゃあやります。はいよ。あ、本当だ。マジでくっつく。気持ち悪いほどくっつく。見て。ラップでやればいいかもよ。ラップ持ってくる。うん、ラップ持ってきて。じゃあこれどうする？一回止めていい？ラップを敷きましたね。ラップを敷いて。あれもいいのか。じゃあ俺もこう寝よう。そうだね。でもだいぶいい感じになってきたよ。ちょっともったいないから。うん、戻して。ちょっとだけもったいないから。おすげえ。そんな思った以上につかない。こねこねるこねる。ちょっと待って、形っていうか。こういう感じで。ただ手にくっつかない。顔が見えないんだけど、パンをこねてます。いいね。さっきだと落としそうで怖いんだけど。ただいまパン作り、生地をこねてます。で、こね終わったらこれから発酵させます。大丈夫、空気抜いてね。完璧な炭じゃん。炭を大量に使いましょう。パンを乗っける。そういうこと。あ、そこの上に乗っける。これ気をつけてね、暑いから。ダッチオーブンで焼くパン。こうだ。ボソズコール。おー、いい匂い。見てこれ。そうだ、お父ちゃん。で、あれ、ガソリンの車がなくなるけど、バイクとかはどうなの？バイクはわかんない。で、電気で走るバイクなんて暴走族悲しむじゃん。悲しむね。音なんないんだもん。うわ、おお、これもういいじゃん。パンできてるね。もうできた。
完成。完成してるからもういい。めっちゃうまそうじゃん。完璧。はい。マスク誰のこれ？あ、片方俺の。はい、今日ここに入れて。はい、せーの。いただきます。俺すごい。まずは卵から。まあいつもね、美味しいけど。今日は。チャージちゃう？はい。あれ？ケーキのとこ？あ、ここに使っちゃったんだ。うん、うまっ。まあとりあえずこれ食べよう。オリーブオイル。まあこれ一回このまま食べよう。あっち口に入れる。オリーブオイルつけるんだったらこれね。うん。どうでしょう。いただきます。どうぞ。中まで焼けてますか？ちゃんとふわふわですか？うわっ、うん、これはポイントあった。これオリーブオイルつけてこうやって食べるとめっちゃうまい。ここに乗っけな。オリーブオイル。めっちゃうまい。なんかふわふわ。超うめ。最高。ちょっと味気ないけど、塩が入れて、塩も砂糖も入ってないから。うん、ふわふわだよね。ふわふわ。米もある。食べたい。あとステーキ。ステーキ。あ、うまっ。これにしよう。あ、うん。確かに塩と砂糖が入ってる。ね。これは確信だわ。あ、絶対うまいじゃんこれ。うん。カマンベールはいいよ。あ。この感じ。あ、あ、うまっ。これ絶対うまくない？うまっ。うん。ちょっとだけ硬い。とりあえず。はい。いただきます。じゃあ炊き込みご飯ね。いただきます。ちょっと硬め。残してみる。ステーキめっちゃうまいよ。タイキもうまい。タイキ美味しいな。タイキ食えない。おー、うまい。柔らかい。全然硬くない。もうどう、うん、全然硬くない。ママに一個お土産で持ってってあげる。あ、いいね。焼きたてか。焼きたてではないけど一応パン。全体的に一口ぐらいママのために持ってきた。ママのためのお弁当としてさ、一口サイズ。ママのために弁当作った。はい、朝食兼ランチでホットケーキ焼いてます。どう？うまい。うまいね。いい感じの焼き上がりです。なぜかみんなチェックアウトしました、うん、おそらく午後から雨の予報なんで、その前に撤収もしくはデイキャンプでゆっくり過ごそうという考えがない人たち。お父ちゃん方は4時まで入れるのでデイキャンプ料金も払ってますから、うん、チェックアウトはゆっくりのんびり、雨が降る前にだテントとタープは片付けます。ちゅうことで